今回はブルーロック、2話放送時の、視聴者の反応を紹介します。それではどうぞ。惜しいイケメンをなくした。惜しくないよ。実力はあるからね。全国出られてよかった。おそらくチーム Z 最大戦力。間違いなく力はあるんだよな。これで出番終わりなの？日本の至宝なのに。化けの皮剥がれるんだろ、わかってるわかってる。絶対裏があると思ったら、ただのいい人で驚いた。QBK。急にボールが来たから。QBK 禁断の二度打ち。急にバチラが来たから。強い奴は蹴落とす。すごい顔力だ。怖いって。顔芸多いな。一人目だからだろうけど、問答無用で放り出さないでちゃんと問答してくれるな。自分の何がダメだったのかを聞く位置しっかり説明してくれてる。エゴはその辺実はすっげー丁寧かつ合理的に教えてくれるからな。日本代表にはなれないけど一生サッカーしちゃダメってわけじゃないんだよね。うん、プロで数千万の年俸獲得してそこそこの女子アナと結婚とかしたければすればなポジションだよ。人生終了ってわけじゃないのはまあ優しいのか。なんなら敗者復活戦までしてくれるぞ。意外と優しいなこのメガネ。エゴさんイカれてるようで実は面倒見がいいから。キラ君が何したってんですか。何にもしてない人多いのに。全員フォワードみたいな顔してんな。顔でもう残りそうなやつがわかるな。お嬢、美人だな。お嬢と同じ部屋で寝たら間違いが起きるだろ。納豆。飯くらい食わせろよ。美味しいもの食べたきゃ勝たなくちゃね。飯っていうか栄養くらいは。納豆を信じろ。兄ちゃん。兄貴もう出るんだっけ。さえって何歳だっけ、潔とため。そうだね。化け物か。初期の日本ビズひどいな。U20 のフォワード雑魚たちすぎるし。現実は違うぞと言いたいけど言えない。でけえ。ゆっさゆさ。もっとでかかった気がする。マスコミがもっともすぎる。イカれすぎでしょこのプロジェクト。OK する親も狂ってるな。書面でサインもらったんだ。イカれてるのは自覚してるんだ。今こそ死ぬべきです。このサッカー基地女は何なんだ。ブルーロックの企画者です。